どうもこんにちは、バニットと申します。では今回から龍が如く7、光と闇の行方体験版やっていきましょう。来年発売予定の龍が如く7の体験版です。で、ストーリー体験と新プレイスポット体験モードっていうのがあるみたいなので、今回からストーリーはやっていきましょう。遊び歩いて無駄遣いするんじゃないよ。はーい、また今夜。もうなんかストーリーは進ん、あ、第4章って書いてありますね。じゃあもうストーリーある程度進んでるっていう前提の体験版ってことかな。別に冒頭でもいいんだけど。あ、多分冒頭だとムービーが多いからかな。え？なんなんだこの人。知り合いか。神奈川県警の元刑事さん。朝から唐揚げとスナック菓子かよ。刑事？元刑事。直近じゃ免許センターの職員だよ。でもよくここが分かったな、足立さん。あんたの方はあの後大丈夫だったんすか？大丈夫、いやそうでもねえな。クビになったよ、警察。え？あとちょっとで夢の満額退職金だったのにな。あっさり懲戒免職だ。あ、この人 PV にも出てたよね。たった一人でこの場所見つけ出したのか。春日には俺からスマホを渡してたんでね。あ、そうだよ。だったら来る前に連絡くれりゃよかったのに。連絡つかなかったのはそっちだろう。まあ撃たれた挙句ホームレスやってたんじゃスマホの充電もできなかったわけだ。俺の体より携帯の心配？スマホが切れてたからお前の居所が分かんなかったんだ。は？ GPS だよ。っていや、お前には分かんねえか。なんだよ、感じ悪いな。男が3人も集まって何ちちくりやってんだい？なあ、浜子さん、おはよう。この人は元神奈川県警の。何がおはようだ、もう10時だよ。あんたたち今日はハローワークに行って仕事を探すんじゃなかったのかい？あ、やべえ、そうだった。早く行かねえといい求人が取られちまう。悪いな、足立さん、俺ら仕事見つけに行かねえと。だったら俺も一緒に行くぜ。え？あ、足立さんも仕事ないんだっけ。俺だって今無職の無一文よ。無一文？少しくらいはあんだろう、貯金とか。ねえって、そんなもん。退職金が頼みの綱だったんだからよ。貯金なんて小学生のお年玉以来したことねえよ。だから退職金当てにしてたんだけどな。しょ、免許センター勤めのくせにただのダメ人間じゃねえかよ。うるせえ。俺は酒と女に金使うのが唯一の趣味だったんだ。ほら、さっさとハロワ行くぞ。え、なんか RPG かよ。RPG か、このゲームって。ちょっと
今はもう自由に動けるんですけど、なんか体力ゲージみたいなのありますね。てかどういう風に進めていいのか全くわかんないんですけど、あ、効果音とかは竜が如くだね。お、見かけない髪型だな。当たり前だが、ここは横浜の街だぞ。あ、これはあの入り口にある、ここは〇〇の村ですとかいう人だよね。あ、そういうパロディがあんのか。バスでダッシュだよね。おはようございます。昨日はぐっすりお休みでしたね。うふ。夕べはお楽しみでしたねとかいう人ですね。で、なんかここにいっぱい人の名前とかありますね。何なんだろうね。で、メニューとか開けるかな。メニューは、オプションからで。あ、せは文字の方は明朝体に変えてます。龍が如くと言ったらやっぱり明朝体ですよね。で、トゥードゥでハローワークへ向かえ。他のサブストーリーは、多分あの、吹き出しみたいなアイコンがサブストーリーだと思うんですけど、まだいいですね。ちょっと見ていって、渾身パンチ、ロックスイング、乱れ頭突き、スウェイ&チャージ。これはなんかコマンドで使えるのかな。癒しの粉。独自に開発した調合薬を使い、味方一体の HP を回復させる。危ない。なんこれ、臭い息とか物乞いとかさ、なんなのこの人。アイテムは、おにぎりとか持ってるんですね。タフネス、タオリナ、スタミナンライト。まあ、これいつものアイテムですね。タフネスとかしか入ってないけど。装備は、ヘルメット被ってんの。ビニール傘。色褪せた警棒って。そういうのってさ、首になったわけだからさ、回収されるんじゃないんですかね。メールがいっぱい来てる。虫収集とかできるのか。まあ、ちょっとこれは長いので、まあ、別に見なくていいですね。まあ、勝手に自分で見るんで、こっちには行けないみたいですね。で、今なんかゲームやってるんですけど、あ、画面の方がなんかカクカクしてるんですよ。これってどうなのかな？モニター的には 144Hz なんですけど、PS4 って確か 60fps までしか出ないんですよね。ん？なんだありゃ。あ、これはあの、なんかムービーかなんかでやってなかったっけ？地面にぶっ刺さってる。バットか。なんでこんなところに。さあな、誰かのいたずらじゃねえか。さて、おい、何やってんだよ。見りゃわかるだろ。バット抜こうとしてんだよ。売り飛ばしたらそこそこ金になるんだよ。ふん。ふん。ダメか。くそ。ああ、ダメだ。全然抜けねえぞ。なんで無理やり抜こうとするんだよ。足立さん、あんた力ありそうだし、抜いてくれよ。まあ。仕方ねえな。貸してみろ。ふーん。これ喉痛くなるんで。くそー。くそ、びくともしねえ。腕力には自信あんのによ。なんでみんな無理やり引き抜こうとすんだよ。二人とも情けねえな。俺に任せろよ。何この電気みたいな。スターウォーズかな。やったぜ。マジか。おお、すげえじゃねえか。俺でも抜けなかったのに。何かコツでもあるのか。へへ、きっとこいつは選ばれし勇者にしか抜けねえんだよ。おお、確かに。さすがは勇者様だな。勇者？勇者にしか抜けない聖剣みたいな RPG でよくあるネタ知らねえか。こいつさ、実は子供の頃から勇者に憧れてんだよな。
そうだ。まあな。ほう、まあ聖剣なんていいもんじゃなく、実際は汚えバットだけどな。そこはゲームと現実の差ってことだな。勇者の聖剣か。ふん、俺がこの世界を救う。何言ってんだ。いいじゃねえか、すげえ勇者っぽいぜ一番。お前らバカだろ、早く職探しに行くぞ。戦闘になった。てかさっき春日ってバットも持ってなかったっけ、装備の画面で。おいおいおい、楽しそうだな、おっさん3人組。流行りの親父狩りに来たぜ、金出せや。相手の方もなんか親父だけど。金は本当にないぜ。こんな年頃のおっさんが3人もいて金がねえわけないだろうが。嘘ついてんじゃねえぞジジイども。適度に痛いとこついてくるチンピラだな。 おい勇者さんよ、その聖剣でモンスターどもをぶっ倒そうぜ。モンスターとか言ってる。へっ、そうだな、行くぞ。で確かコマンドなんだよね。てかなんか見た目変わったんだけど。なんだ。あ、声喋るのか。こいつら変身しなかったか。変身したぞ本当に。あ、何言ってんだお前。勇者がどうとか妄想が過ぎるんじゃねえか。あ、春日にしか見えてないのか。現実見ろよ無職さん。俺だけ。まあいいや。こっちの方が面白い。でこれはなんか自由には動けないのでコマンドで攻撃する感じかな。じゃあ攻撃でやってみましょう。で、あ、そうだね、一回選んだらできるのか。じゃあ手前のやつから。あんまりダメージ入らないですね。ちょっと待って、これはさあ、そっか、順番に行動するのか。じゃあ極み技次やっていきましょう。でどうすんだっけ、どれがいいかな。じゃあ最初からで、こいつあれ、あ、できる。あ、なんかヒートアクションみたいなのが出るのか。で攻撃で、あれ、攻撃奥の方のやつできるかな。ナンバの MP が回復した。え、敵強くない。でどうするの。あ、相手の攻撃か。で次極み技やろう。で手前のやつからじゃない、奥のやつから。これタイミングとかあるのかな。じゃあ次はどれがいいかな。臭い息。やべえ。臭いどころじゃないでしょあれ、汚物吐いてるよ。じゃあ警棒で。あ、反撃か、よく見てなかったな。あ、タイミングダメだった。じゃあ次春日の必殺技で、もう一回バスターアタックかな。じゃあ次でナンバーで行こう。じゃあ今度はね、あ、攻撃が入るのってこれだけか。あんまり効かなかったね。じゃあ次普通の攻撃で、普通の攻撃でもまあまあ強いんじゃないですかね。あ、こいつそっかカウンターしてたのか。じゃあもう一回打ち崩しじゃなく、どれかな。周りに敵はいないからこいつでいいか。あ、追加のダメージ入りましたね。でこいつ最後の鉄砲玉でもう一回ハト。ハトは追加ダメージないんですね。あ、こいつまだ生きてんのか。あ、最後失敗した。とどめだったんだけどな。もういけるでしょ。
よし倒した。俺の番ね。で最後のこいつで、ナンバーは MP 回復するんだね。で倒した。300円、なんかレベルが上がりましたね。でなんかいろいろアイテムもらったんだけど、なんか合成とかで使うのかな。さっきお金ないって言ったけど10万あったじゃん。レベルが上がって、なんか必殺技バスタースマッシュを習得した。なんかバスターマシンですかあなた。一つ上の男。連続熱気ブレスを習得した。成長できるとはな。めった打ち。殺す気満々じゃん。やれやれだぜ。俺らに金よこせなんて見る目のねえ野郎だな。あさっき戦ってる最中によ、本当にこいつら変身して見えなかったか。あ、いや本当に変身して見えたんだって。大した妄想力の勇者様だな。いや俺たちは普通の人間だからさ。さっきのは俺の妄想だったのか。まあお前は思い込んだら止まらねえタイプの人間だからな。自分が勇者だと強く思い込みすぎて敵がモンスターみたく見えたんじゃねえか。思い込み、モンスターみたいになったのは一体だけだけどね。それくらい思い込みが激しいやつじゃねえと勇者なんてなれねえかもしれねえな。要は自称だろ、自称なら思い込んだもん勝ちかもしれねえぜ。そうか、そうだよな。よし、やっぱり俺は勇者だ、勇者になるぜ。春日のジョブが勇者になりました。春日の妄想によりバトル中のみ街の敵の様子が変わって見えるようになりました。まったく調子のいいやつだぜ。じゃあさっさとハローワークに行くぞ勇者よ。今の勇者様のパーティーには薬草を買う金すらねえんだからな。そうだな、まずは金だな。ドラクエと同じだ。作ってるメーカー違うけどさ、大丈夫だろその辺。もう成長する要素ないでしょこの年じゃ。なんかいろいろわからないことがあるんですけど、とりあえずこの辺になんかあるのかな。ぶつかるとやっぱりなるのか。おじさん、昨日僕誕生日だったんだ。え、そうなのかい。じゃあ何かプレゼントをあげねばな。ああ、それは別にいいよ。ごめんね、僕もおねだりするみたいになっちゃって。いやいや、その年の誕生日は一度きりなんじゃ。わしもお祝いさせてくれ。でもおじさんホームレスだよね。確かにそうじゃが、やっぱりこの二人は別に関係がある家族とかではないよね。おじさん生きていくのに精一杯でしょ。気持ちだけで十分だよ。ありがとう。じゃあなんでこの少年はこのおじさんに誕生日とか言ったの。翔太くんは優しいな。あ、名前も知ってんのか。ああ、そろそろ塾の時間だ。もう行かなきゃ。またねおじさん。ああ、気をつけてな。うん、翔太、あ、ハンカチ落としたのか。翔太って書いてあるさっきの子供のか。もういないですね。探しに行くのは難しそうだし、あのじいさんにでも渡しておくか。でおじいさんに話しかければいいのかな。おじいさんか、おじいさんじゃないじゃん。あ、今度はセリフがないんですね。ん？あんたは？俺は春日ってんだ。そこであんたの話してたこのハンカチを拾ってな。わしは陣内じゃ。じゃあ次に会うときにわしが渡しておくとするよ。翔太くんは優しいいい子でな。前々からこの川辺でよく見かけてたんでな。声をかけてみたら話に乗ってきてくれたんじゃ。急に語り出した。それから翔太くんは
学校であったことをいろいろ話してくれたり、わしの昔話をよく聞いてくれるんじゃ。へえ、そうだったのか。だからプレゼントの一つでもあげようってか。それもそうなんじゃが、実はわしにも翔太くんと同じくらいの息子がおってな、どうもあの子を見てると重ねてしまうんだよ。え、子供でおじいさんって言わなかったっけ？孫じゃないの。当時は息子に親らしいことを全然してやれなかったから、罪滅ぼしではないが何かできないかと思っての。なるほどな、そういうことならいいんじゃねえか。まあ何かしてやるにしても無理はしねえこったな。ああ。じゃあなんかしてやればいいんですけど、まあそんなの関係ないですかね。僕は勇者ですからね。先に仕事を探してこないといけないんで。これ虫取りじゃないかな。これ木だし。セミの抜け殻。ああ、近くで見たら気持ち悪いやつ。ちびるんじゃねえぞ。で、このなんか赤いのって、いつも通り敵ってことかな。敵倒せるかなこれ。じゃあ弱い方から。あ、そんなに強くないですね。さっきの敵が強かったのか。え、強いじゃん。ナンバーはなんか MP すぐ回復するんですね。じゃあナンバーは攻撃頻繁に技使ってもいいのかな。じゃああと一撃で倒せるかな。今の攻撃の仕方やばいでしょ。致命傷レベルだよ。結構敵いっぱいいるけどさ、体力大丈夫？逃げられない。あ、逃げられないのか。あ、邪魔された。あ、そっか、敵との距離もそういう風に意味があるのか。ガードとかってできないのかな。これは効かなかった。え、ナンバがやばいじゃん。あ、そっか、ナンバって回復技持ってるんだよね。回復やろう。こっちでいいのか。眠り出したとか言ってるし、のび太くんみたいな寝方してると。あ、そっか、ナンバーが回復できるのってストーリー積まないようにするためかな。じゃあ戦闘はこれ以降はカットすることにして、とりあえずハローワークがどこにあるのか探していきましょう。ああ、またサブストーリーか。おお、なんだこの家、ゴミだらけじゃねえか。ゴミと暮らす男。そこ一応質屋さんらしいのよ。え、質屋ってこれゴミ屋敷ってやつだろ。こんなとこで商売なんてやってんのか。買ってる人は見たことないわね。あんまりひどいから役所の人が何度か説得しにここの店主に会いに来たんだけど、ここのものは全部店の商品だ、勝手なことをしたら訴えるって店主が言い張って平行線みたい。こんなゴミが商品ね。匂いもひどいし虫も湧くしで、私たちも困ってるのよ。なんとかしてほしいんだけどね。確かに近所にこんなのあったらきついよな。なんとかなりゃいいんだが。何もできないのかな。なんか
だいたいいつものストーリーだと近くにあるんだけどな、何もないんだよね今回。今回は大したことなかったですね。ぶつかって相手を転ばせるのとかって今回できないかな。ここにもなんかいる。あ、ここの先がストーリーか。ハローワーク岬。おい、どうだったお前ら。ダメだ、今日も仕事にありつけなかった。俺もさ、畜生。逆に蹴ると足が痛いやつだよね。松尾もそうだったけど、ここって結構荒々しいやつが多いな。仕方ねえよ、今のご時世そう簡単に仕事は見つからねえ。ま、俺たちは腐らず気長に構えようぜ。なんだ？ん？もしかしてあいつ足立じゃねえのか。本当だ、足立だ。知り合いか。足立さんのお友達？いや、さあな、知らねえ顔だ。ざけんじゃねえ。俺たちはお前に人生をめちゃくちゃにされたんだ。さてはお前ら、俺に逮捕された口か。偉人町一の窃盗団、浜のピンクパンサーを忘れたとは言わせねえぜ。だっせえ名前。なんだ。ああ、そういや、昔そんな奴らを捕まえた覚えがあるな。いやでももう20年以上前だぞ。てめえのせいで俺たちは前科持ちになっちまったんだ。おかげで仕事も見つからねえ。どう責任取るってんだ。それは自業自得って言うんですけどね。待てよ待てよ、前科がついたのは足立さんのせいじゃねえだろ。なんだ、お前らも刑事か。勇者です。ちげえよ、俺たちは勇者です。おう、この奴ら構わずとっとと行こうぜ。待てよ足立、なんでお前まで職探ししてんだ。そりゃ警察辞めたからに決まってんだろ。警察を辞めたってことはもう逮捕できねえってことだよな。一応一般人でも現行犯で確保しておけば警察が捕まえてくれるんですよね。俺たちがどんなにお前を殴ろうと。おいおい、俺参りかよ。そんな元気があんだったら職探しを頑張れよ。うるせえ、こいつら3人とも袋叩きにしちまえ。だいぶ見た目変わったな。てか2人脱せ。オートバトルモードが選択できるようになりました。 L に入力モードで、モードのオンオフ、 L に長押しと方向キーでタイプの変更ができます。画面の左下にオンオフ状況と選択されているタイプが表示されます。じゃあ長押しじゃなくて、あ、失敗した。臨機応変っていうのになってるか。で、全力強襲、回復優先、極み技禁止、全力にしよう。あ、でも春日がやばいな。回復にしとこう。いや、アイテムは使わなくていいんですよ。あー、もったいないことしやがって。じゃあオートちょっとやだな。普通のやり方でいいよ。スリで。あー、ちょっと倒れなかった。あれ、春日が勝手にやってくれたんだけど。バスタースマッシュ、結構食らったけど、でも敵の体力はまだまだ多いですね。今度は回復で、奥のやつか、いけるかな。あー、やっぱり邪魔された。手前にいるとやっぱりできないのかな。
てか移動場所がめちゃくちゃで、よし倒した。攻撃するとナンバーバー MP が回復するみたいなので、次のターンで春日を回復したいんだ。あ、倒しちゃった。イベントだと経験値いっぱいもらえるのかな。強くなった気がするぜ。ギガスイング、強くなっちまったか。鳩の大吸収を習得した。カブト割り、なんかクリティカルとか出るやつ、あ、防御だっけ、カブト割りって。ドラクエはあんまりやってないからわかんないんだけどな。クソ、いつかは借り返してやるからな、覚えてやがれ。じゃあまたいつか出るのかな。見当違いも甚だしい奴らだ。しかし相手の顔も覚えてねえくれ、たくさんパクってきたんだな、足立さん。もう昔の話だよ。ただ警察にいる間はこんな絡まれ方しなかったんだけどな。これからはこういうことも増えるのかね。マジかよ。俺あんたと行動するの嫌なんだけど。どんなに束になってかかってこようが、帰るうちにしてやるよ。さあ、早いとこ腹輪に行こうぜ。じゃあこの先に行ったところで一旦今回は終了にしましょうか。飲み物買えるかな。ピーチステップとアップルディフェンス、あ、能力強化系のアイテムか。自販機は他の竜が如くとはちょっと違う感じですね。2の極み2では普通に買えるだけで、6の時は買ってその場で飲むっていうのが使えたんですけど、人材確保対策コーナーとかいろいろあるね。あんまりハローワークって行かないからわかんないんですけどね。よ、いや来たか。君らにぴったりの案件を見つかったんだ。勝手ながら採用面接の予約をしておいたよ。もう知り合いなのか。マジかよ。で、それってどこ。近くにある特殊浴場、乙姫ランドだ。特殊浴場、ソープランドか。まあもともと働いてたし、ぴったりちゃぴったりだけどよ。結構稼げるって噂だし、君らに今必要なのは職歴だ。エリゴ飲みしている場合じゃない、必ず行くように。いいね。わかった。わかったよ。わざわざありがとな、所長。ただここの店長さんは癖の強い人だからね。採用されるかどうかは君たち次第だ。頑張りたまえ。あ、あと他にも紹介できる職種があるみたいだ。もし興味があるなら、隣の、リリカちゃん？あ、ちょっとオートで、勝手に自動で進んじゃうんで、ジョブチェンジができるようになりました。リリカに話しかけることで、カスカたちのジョブを変更することが可能です。じゃあ、ジョブの変更はできるみたいなので、やれるかな？なんか、別のキャラが出てきた。職探しは順調？一番。これも知り合いってことか。確かパッケージとかにも出てたよね、この人。さっちゃん。なんでこんなところに？あんたが入ってくのが見えたから、冷やかしに来たのよ。で、仕事見つかったの？一応な。乙姫ランドってところで、これから面接に行くことになった。ん？乙姫ランド？なんだ、私の知り合いがやってる店よ。どうせ一番場所知らないでしょ？案内しよっか。いいのか？助かる。ありがとうよ、さっちゃん。あ、仲間になるのかな。向かいだ、サエコか。じゃあ、ジョブのチェンジやろうか。変なのばっかりだな。で、春日のジョブで、
何ができるの？今勇者だよね。あ、ランクがあるのか。じゃあジョブごとにステータスが違うみたいですね。あ、衣装も変わるのか。あ、でも今能力下がると困るからな。春日は勇者でいいよね。ダンサー。用心棒。ホスト。あ、全部能力下がるみたいだね。さすがにホストは無理があるんじゃないかな、この年齢で。この二人は、チーママ。なんだこれ。アイドル。まあ能力下がるから今は別にいいです。お疲れ様でした。ガンガンいけるぜ。そういえば建物とかって壊せないよね。あ、壊せるじゃん。コンビニまたぶっ壊してやろうかな。なんかちょっとね、このゲーム動作カクカクしてるんですよ。って言っても、あの、もともとやってた龍が如くの極み2はスチーム版なんで、PS4 版とはちょっと違うはずなんですけど、なんかそれにしてもカクカクしてるな。まあ体験版だからまだその辺は安定してないのかもしれないですけど。あ、そうだ、自転車とかも前壊せたよね。踏むだけかな。ちょっとコンビニが近くにあればいいんだけど。コンビニ、あ、行ったところじゃないとまだわかんないのか。他のシリーズだとコンビニとかの中壊せたりとかするんですけど、まあシリーズにもよりますから。極み2と6の方か。あ、さっちゃんも仲間になったのか。じゃあこの戦闘で今度極み技何使えるのかな。これでいこう。強っ。もうナンバーが結構ダメージ出たぞ。あれ、追い打ちみたいなのができる。じゃあ次回でストーリーもうちょっと進めようかな。今回はこのハローワークに行ったところで終了にしましょう。では今回はこれで終了とさせていただきます。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いします。それではご視聴ありがとうございました。